こんにちは。今日はセリアの購入品なんですけど、本当にね少ないです。それで今日は買ってきたものをちょっと使ってみようっていう動画ですね。初めて見てちょっと気になったものがあったので買ってきたんですけど、ちょっと今ね説明書読んだら全然違うものを買ってきてて、ちょっとある家にあるもので今日はやっていこうと思っているので、ちょっとね全然どういう風になるか参考になるかもあれなんですけど、まずねこちらなんですけど、この箔押しができるホイールテープ、これこのホログラムのシルバーとゴールドですね、これをね買ってきたんですけど、まあとりあえずジャンコードがこちらですね。こちらがゴールドのジャンコードです。でこちらがシルバーのジャンコードですね。でね、ちゃんとね説明書に書いてあったんですよ。ただねそのコーナーがあって、まあインクとかもあったんですけど、ちょっと意味が分かんなくてね、ちゃんと読まないとダメですね。でね続いてこちらです。このつけペン、なんて読むんだろう、つけペンセットカラーグラフィー用っていうんですけど、私ねこれとこれでできるのかと思ってこの3点セットを買ってきたら全然違うものなんですね、これとこれは。うん、でこれを使うにはこのねペン型のりを買わなくちゃいけなかったんですよ。ペン型のねのりってあるじゃないですか。でね、これもここにも商品番号書いてありましたね。で今回はちょっとないので、こちらのねボンドでやってみようかなって思います。ちょっとねだからね、まあやってみてよければちゃんとねペン型も買っていくんですけど、こういった感じにね箔押しができるってやつですね。でこれはなんかなんて言うんだろう、多分ですけど万年筆みたいな感じで、このイタリック体っていうのとモノラインレンタルリング、だから2種類のこういう文字ですね、こういう文字がこれとこれで書けるよってやつで、でねこちらはねインクが売ってたんですよ。でねこの万年筆用、まあイン可能な万年インクが万年筆用とか書いてあったので、でねこのコーナーにもねいろんな色のねインクが売ってたんですけど、そう私はもうこれをやるつもりでいたので買ってこなかったので、今回はこちらですね、ガラスペン用の、多分こういうのでもできるんじゃないかなと思って、これをね使ってやってみようと思いますね。なんか全然なんか説明も読まないで買ってきちゃったら、だから今回ちょっとまああるねものでやるのでどうなるかって感じなんですけど、よければノリの買ってきようかなと思います。はい、あとねちょっとだけ購入品をこちらね買ってきました。私今まであんまりこういうコーナー見てなくて、このチェキサイズ対応、しかも UV カットになってるからね焼けたりしないんですね。このチェキ用のちっちゃいサイズなんですけど60枚入り、そうでジャンコードがこちらです。とで、ね、これも買ってきたんですけど、これはね6、あこれも65枚だ、あ65枚、あそうなんだでこちらですね、これは何に使うかって言いますと、少し前にねこれマステ用のケースを作ったんですけど、ここのちっちゃいよこの切ったのをこうやって入れとくポケットをここにつけてるんですけど、それ用にねこれを使おうかなと思って買ってきました。これねここがやっぱすごくいいんですよ。でね今これ何個か作ってるんですけど、このやつのここのテープがないバージョンで作ってたんですけど、これはね65枚なんですけど、このテープがないバージョンのちょっとしっかりしためのあれがね50枚入りだったんですよ。そう、それでねいろんなとこ見てたらこのチェキ用の60枚入りがあったので買ってきました。そうでね、あと最後デザインペーパーなんですけど、こちらです。私ねこれ大好きなんですよ、この子たち。ラインスタンプも何個か買ってるんですけど、そう、それのねデサペが出てたので買ってきました。びっくりしました。なんて言うんですかねこれ、ラブズ、これね TikTok とかで見たことある方いますかね、この
お尻をねペン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 って叩いてるんですけど、そうこれ大好きでデザペがあったので買っちゃいましたね。これは多分柄は1種類ですかね。これ大好きですね。この漫画がね特に面白いんですよ。この2人がねこのムニーってあの噛んだりしてるんですよ。でねお尻をねプレン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 って叩いたりね、めちゃめちゃかこれ可愛くないですか、色合いとかも。うん、とりあえずこれはね、うん、大好きなので買ってきました。ちょっとねゆるかわって感じですよね。はい、まあ購入品はねこれだけなんですよ。最近ね100均の購入品あんまりできてないんですけど、本当にね新作とかが全然出てないですね。今日久々にこのデザペンを見たんですけど、なんか全然最近新作出てないですよ。うん、スイマーで止まってますね。ちょっとねこれ今簡単にですけどちょっとだけねやっていきたいと思います。ここに手帳にしようかな、この辺7日あれ、うん、この辺ちょっと使って、でこれがですねもうないからこれですね、のりペン。これ自分で箔をしてきたらめちゃめちゃ素敵だなと思って買ってきたんですけど、まさかペンタイプののりが必要とは。でちょっと待ってくださいね、全くこれでも もしうまくできたらあのコラージュに箔押しの文字が書けるってね感じになるからいいんじゃないかなと思って買ってきたんですけど、ペン型ののりか、あれ私ペン型ののりなんかどっかにあるかもしれない、もしかしたら。すごいねペラペラでした、こういう感じ。ちょっと一回にちょっと用意だけしといて、今ねちょっと探してきたんですけど、ペン型のねあのちょっと前にね使ってたんですけどなかったですね。ちょっと今回はだからボンドでねやるんですけど、これにもメイクルームって書いたんですけど、でこれをつければいいのか、あちょっと待ってこれ、ちょっとこんなんでいいのかな、ただただ私のあれなんで、あダメだこれだって絶対潰れてるですよね。うんダメだ、あダメだな、これはボツだ、多分ボツ動画。いやどうしたらいいんだ、ん間違えました、完全に乾いたからって書いてある、もうちゃんと読まないと。これがでして、だからちょっと今乾かしときますね、すいません、なんかただの、 あの私のなんか間抜けな姿を見ていてください。でねあのもしやりたいって方はこちらのねあの別売りのペン型のりを買ってくださいね。のりが完全に乾いたら表面を上にしてホイールをのせる、ホイールの上から指やバレン等で圧着すると、うん、そっか乾いてからだ、ちょっとこれ乾かしますね。ちょっとその間に、なんだちょっともう一個やっておこうかな、乾くまでに。じゃあ猫ちゃんでも描こうちょっとこれも乾かしといて、でその間にちょっとこれやってみましょうか。こちらこれはねインクはね多分何でも使えると思うんですよ。万年筆用とか何ですか証券用ってカラーリングラフィー用なんかよくわかんないけど、水彩絵の具などね、あ墨でもいけるんだ、何でもいけそうですね。
それはね、インクもね、いろいろ色売ってましたね。ただ私正直ガラスペンもこうやってね、紹介してから多分それ以外やってないんですよ。ただただ興味があってやってみたいってだけなので、こういう感じですね。こういう感じで、これがこの平べったいのがこういう感じだから、いや難しいなこれね。こうやって書きながらちょっとひねって、スクエアニブってやつですねこれが。でこちらが、こちらの方が多分使いやすいかな。こういう感じで、こういう感じ、うん、これがこういう感じの、もう全部同じ感じ、丸みのある線を描くことができるモノラインレンタリング、インクをたっぷりつけて使用しますですって。へえ、この穴の部分までペン先をインクに足してください。あ、ここに穴があるんです、見えますか、ここに穴があるんですけど、ここまでインクを丸ペン用の溝、え、何ですか、丸ペンは別売り、うん、いやーこれもちょっと難しそうで、これがねついてたので、こういう感じにセッティングするんです。あれ、え、どうやってやるんだこれ、え、どうやってやるの、なんか私また間違えてる、あ、こうかな、え、全然わからない、どうやってこれつけるんですか、ペン軸とペン先3点セットって書いてあるんですけど、あ、こういうことか、これちょっとギュッてやんなきゃいけない、いや、なんか違う、あ、これ、え、何これ、こっちは、すいません全然わかんない、え、全然つかないんですけど、なんか私違うのかな、え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 、なんか私違うの、もしかしてこっち、いや違うな、え、全然わかんないんですけど、え、刺さらないんですけど、え、刺し方書いてないんですけど、あ、こっちだ、え、ペン先をペンの溝に刺し込む、こっちだ、あ、やっぱこういう感じか、あ、できました、逆だと思ってた、こうですね、ここの溝に、あー、よかったなんかまたなんか買い忘れかと思ってた、こう、あ、ギュッて、おー、結構刺しますね。で、やってみましょうかね。で、この穴のね、ところまでインク、これはね、ガラスペン用のインクです。うわー、これ怖いやつか、あー、ついた、私こういう、なんて言うんだろう、ちょっと繊細なの苦手ですね、見てください、これもなんだろう、こういうちょっと苦手だな、このインク系、や、やりたい興味心はね、うわ、ちょっとこれ閉まりましたよ、皆さん気をつけてくださいね、私こういうの苦手なんですよ、そう、でも買ってきた、やりたいね、この文房具、あ、やだ、もうちょっと待って、猫ちゃんが、すいません、なんか多分ボツにするかもしれないけど、ちょっと見ていただける方いたら、これをちょっとやってますね、これをやって、なんかちょっと書いてみますね、メイコルームにしようかな、お、書けた、あ、でもすぐなくなっちゃう、もしかしたらインクにもよるかもしれないですけど、ちょっと私には無理だただこういう商品があるよっていうのを見ていただければなっていうか、いや難しい、これガラスペンより難しい、これは何が楽しいんだろうわからない、あ、
でもこういう感じ、ちょっとここのつけてやるぐらいがいいかも。でもおしゃれな人はおしゃれにやるんだろうな。引き体もかけないしな。こういう感じです。これが全部同じ。あ、なにこれ、これここにインクが垂れてきますね。ちょっと私これもう多分使わなそう。いや、まあちょっと私のを見て参考にしていただければなって。ただ私は最低なあれなので、うん、でね、これがちょっともっと難しい感じのだと思うんですけど、うん、どうしようかな。これここに入れて、これはねすごい多分上級者向けだと思うんですね。あ、これは難しいな。あれ、何これ、ちょっとこうやってやってみる。うわ、これは難しい。私には無理だ。なんかね、こうやって多分流す太さとかを変えれるみたいなんですけど、全くもってできない。全くできない。うわ、これはひどいな。わかります、この状態。こういうやりたいことはちょっとこれやめます。なんかそのうちビンタ押しそうだから。まあこういう感じです。もしね、これが気になった方、ちょっとでもね参考になればっていう感じで動画出してみました。すみません、全く参考にならない。わかんないです、インクの問題もあるのかもしれないですし、これ用の多分インクはね同じコーナーに売ってたんですよ。うん、インクちょっと買おうかなと思ったけど、結局私多分ガラスペンのようにやらないなってちょっと思っちゃったので。ただね、ちょっとやってみたい気持ちはあるんですよ。こういう文房具が大好きなので。すいません、なんかまたまた参考にならないです。もうやだ、ちょっとこれなんだろう、専用のインクだったら大丈夫なのかなって。これですよね。で、猫ちゃん触っちゃったし。で、これ乾いたかな。あ、ちょっと、もうちょっと待ってみましょうかね。これ最初間違えちゃったやつ。あ、でも見てください。こうやって剥がすと、こういう感じ。ちょっとこれ今、乾かないうちにやっちゃったんで、まあ、容量はこういう感じってことですよね。だからちゃんとペンタイプね、買ってくれば、もっと綺麗にいくかもしれないけど、まあこれも、なんだろう、ちょっとやり方としてはうん、几帳面というか。ただ今このボンドでやってるんですけど、ここね書いてあるんですけど、これラミネーターを使って楽しむ白押ししたいデザインをレーザープリンターの黒。すごいですね。なんかこれはちょっと難易度高いですね。だからラミネーターを使ってやるのと、あとアイロンですね。アイロンを使って1、2と同じように準備する。ああ、1、2っていうのはこういうことか。どっちの1、2ですかね。ペン型なのか、これとこれってことですか。うわ、難しいな。ホイールが冷めるのを待ってゆっくりと剥がし完成。いやー、これはね、まあ私がちょっと下手すぎるんですけど、あ、これはどうだろうな。なんだろう、うん、やってみようっていう感じでやるのはお子さんとかとね楽しいかもしれないけど、これをコラージュに使おうと思ったらちょっと無理かも。うん、ちょっとネイルと色がかぶってる。うわー、落ちるかな。もう待てないからやっちゃいますね。これ猫ちゃんのところなんか当てたらギュッて押すんですって。そう、私こうやってね乾くの待ってるのも無理な人なんですよ。だから私にはこういうの無理です。もしね新商品で気になってやろうと思った方がいたら、私のを参考にしてください。あ、猫ちゃん、あ、でもこれ意外と可愛いのかな。
と待って、ちょっと私がね手で触っちゃった部分があるので何とも言えないんですけど、わかります？これ猫ちゃんのひげ、耳ですね。あ、かわいい。なんて言うんだろう、触ったところはねちょっとまだボンドでベタベタしてますけど、かわいいですね。いや、これもしかしたらちゃんとのりペン買ってきてやったら楽しいかもしれないです。こういう手帳とか、あとコラージュのワンポイントにもいいかもしれないですね。こっちは私ちょっとまだやるかもしれないです。このペンは正直言ってもうやらないです。はい、すいません、私の説明も下手すぎて何とも言えないんですけどで、こっちちょっとやってみますね。このメイクルーム、これを表面を上にして、これを当てて、乾いた状態のところに当てて、結構強くね押すんですって。あ、これもなんかもしかしたら綺麗かも。ちょっと待ってくださいね、もう一回読もう。ホイールで上から指やバレン等で圧着する。ホイールをゆっくり剥がす。バレンって何ですかね。まあ指でギュ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 ってゆっくり剥がす。あ、ちょっとやりたいことはわかる。やっぱこれ乾ききってなかったのがダメだったのかな、どう思いますか。もっとこうやって圧着した方が良かったのかな。あ、おー、見てください、意外といいですね。あ、これちょっと面白いかも。ちょっと今ね待てなすぎて乾ききる前にちょっとやっちゃったのでこんな感じなんですけど、ちゃんとこのここに書かれているペン型の糊でやって、もう完全に乾いてからやったらすごくいいかも。これとこれ、これはもう全然乾いてない状態でぐちゃってやっちゃったんで、うん、これはちょっと私また挑戦してみたいと思います。コラージュなどのワンポイントに。これ猫ちゃんも分かってくれますかねあ、私これはちょっと楽しいかもしれないです。で、剥がした後がこんな感じですね。ちょっともったいないからここもね使えそうですよね、またこうやって、うん、こんな感じです。だから完全に乾いたらすごくいいかも。うん、ちょっとまたこれは挑戦してみますね。すいません、なんかいつものように何の参考にもならない動画でしたが、ただねお伝えしたいのは、皆さんこれ使うときはこっちです。っていうかみんな分かってますよね、私ぐらいかもしれない。もしね、この気になる方は、この動画をちょっと参考にしてみてもらえればなって。これは私はもう多分やらないやらない。ただこのインク、専用のインクでやったらなんかこういうすごいおしゃれなのができるよって感じですけど、まあガラスペンと容量は一緒かなって思いました。でもこれ初めて見たんですけど、こういうのが今流行ってるんでしょうかね。うん、ただこれはすごく面白いです。もし気になる方これ、うん、で私今度この糊買ってきます。これ、いやこれは楽しいですよ、うん、でほらこのちゃんとねこうやって綺麗になってるから、はい、という感じです。可愛いですね、なんかちょっとぷっくりして、あ、いい感じです。これはボンドでもねこれだけ綺麗だったから、うん、面白い。はい、という感じで参考になったか参考にならないかとっても不思議な動画になりましたけど、すみません、いつも。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。